オブセ駅に保存されている、モハ13スザカ駅で発車を待つ、モハ1501。1988年5月撮影モハ1501の車内。1988年5月、撮影スザカ駅構内に留置される、モハ1500系長野電鉄も、モハ1000系電車は、かつて長野電鉄で使用されていた電車である。本校では、 モハ1000型と同一の基本設計に基づいて製作されたモハ1500系電車、クハ1550系電車、クハ2060系電車の各形式についても記述する。運輸省規格系電車の一つで1948年から1954年にかけて日本車両製造で制御電動車のモハ1000系、モハ1500系、 制御者の区派1550系、区派2060型が製造され、総勢14両が在籍した。1951年より製造された、モハ1500型は、山の内線の勾配区間加工用に、そもそも即発電ブレーキを装備したもの。モハ1000型と車体はあまり変わらないが、台車が KS、KS-33E に変更されている。 制御車の区ハ1550系、区ハ2060型は、いずれも戦前製の木造車の交代化名目で製造されている。区ハ1550型は、モハ1000系、モハ1500系のいずれにも連結して使用できるよう、長野向き運転台にもハ1 0 0系用の、湯田中型にもハ1500系用の主幹制御機を装備し、連結側を指定して使用された。 クハ2060型は、モハ線系の原設計から扉配置を変更し、湯田中向き運転室直後に、荷物扉と、荷重2トンの荷物室を設置している。性能や、機構の上では戦前製の在来車と共通で、各線で使用された。1952年から開始された、急行運用にも充当された。 1954年には0 0線系のうち2両を伝送解除して区ハ1050型に区ハ2060系のうち2両を伝送してもハ2010型にする改造が行われた。1950年内後期からは三連運用時の車掌業務の便のため貫通路設置改造が順次行われ、電動車のうち先頭に出るものの片側と、 中間に入る電動車の両側に貫通路が設けられた。制御車については、区波1550型は両側に、その他の形式は、湯田中型に貫通路が設けられている。電動車、制御車とも運転台は撤去されず両運転台を維持しており、蘇生外も随時行われた。模波2010型と区波2060系の荷物室は1970年代初期に、 廃止され、モハ千十形、クハ千六十型に、形式変更された。長野善光寺、下妻の地下下に際し、2500系導入により、半数以上が廃車となったが、モハ千千線,線3.1004、モハ千五百系千五百1.1502、クハ千五百五十形千五百五十二が、加藤線八代須坂間用として残された。その後、 波藤線内での2500系の運用が拡大し、2連運用が置き換えられると1985年にも派線3.1004、区派線5 5 2も廃車となり、以後はも派線5 0 1 1 5 0 2が残され、日中の炭鉱運転専用として使用された。上述の貫通路設置工事でも派線5 0 1は、両側、も派線5 0 2は、湯田中型に、 貫通扉が設置されていたが、この用途に使用されていた頃、モハ1500には、湯田中方正面を踏切事故で破損し、復旧時に非貫通となった。またこの時、復旧側の正面窓ガラスは、H5 視字となり、原型とは異なる形態となった。1993年には、3500、軽導入によりモハ1501.1502も、運用を離脱した。 モハ1501は、しばらく胴体保存車として運行されていたが、その後1999年3月31日付で、廃車となり、須坂駅で留置されていたが解体され現存しない。モハ 1000K 線3が、小布施駅の長電電車の広場で、生体保存され、八代線廃線後に、品野川電駅に移動したが、2019年に、 車端部数メートルを残し解体された。残された部分は2020年3月に千葉県いすみ市のポッポの丘に移送された。ABCD 鉄道ピクトリアル1984年4月臨時増刊号甲新越東海地方の私鉄特集 P102 から 108ABC 宮田道伊豆村本哲夫 RM ライブラリー86長野 電鉄マルーン時代猫パブリッシング2006年 P32 から3 7三連蘇生時長野型から模波線型は TCMCMC モハ1500型は MCMCTC となるよう蘇生されたこのため先頭に出る電動車は模波線型はユダ田中型モハ1500型は長野型を非貫通とし反対側に貫通扉が設けられた ABC、長野電鉄建材。1500系。鉄道ジャーナル1990年10月号。P144 から 147. 白川敦市、全国保存鉄道法西日本編。1998年。JTB パブリッシング。JTB キャンブックス鉄道ピクトリアル。1999年10月。臨時増刊号。新車年間182ページ。 ありがとうございます。